終わりです。初志望どうも小祐之介です、イエイというわけで今回はですね、こちらのクワガタの被り物をした虫系 YouTuber の小祐之介さんのお宅にお邪魔させていただいております。小祐之介さんね、まあ、虫メインですかね。そうですね、虫がメインですね、まあ、爬虫類も10匹以上飼ってて、最近カエルとかもね、いろいろ飼われてるんですけども、虫はもう30種類以上ですかね。そうですね、もう様々な変な虫とか変じゃない虫を飼ってらっしゃいまして、はい、今回そちらをね、見させていただこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。もうね、多すぎてちょっと紹介しきれないとは思うんで、一部を見させていただくんですけどももう面白いね、魅力あふれる虫がたくさんいるんで、ぜひご覧ください。お願いします。よしこの辺がケージを置いてるゾーンになるんですけど、虫はなんか何系が多いんですか。虫はヤスデと、はい、ゴキブリ、あとはワラジムシとダンゴムシですかね。あ、いいですね、はい、でちょっとまずワラダ見させていただきましょうかね。はい、了解です。まずこちらはアルビドのクマワラジになります。え、アルビドのワラジムシさんっているんですね。そうなんですよ、オレンジとか結構多いんですけど、こちらはちゃんと赤目に。ああ、なるほど。へえー、じゃあお願いします。はい、あ、いっぱいいる。そうなんですよ。ああ、ちょっとでもなんかまあ真っ白ではなくてオレンジがかった感じの色合いなんですね。はい、本当目が赤いですね。脱皮中ですね。下半身だけも脱いだって感じですかね。そうですね、もうダンゴムシとかワラジムシって、うん、一気に脱皮しないじゃないですか。そうですよね、はい、半分ずつ脱ぐんで、うん、それも面白いところです。確かに目が赤い。結構動き早いですね。そうなんですよ、だからこうカメラで撮ろうと思うと難しい。なんかまた神秘的な美しさがあっていいですね。いいないいなクマワラジってことはその辺にいるやつですよね。そうですね、まあでもアルビノって結構、うん、いないですよね。いないですけど。で今度こっちが、こちらは、クマワラジのアルビノなんですが、ね、こちらは黒目の。あ、じゃあ T プラスアルビノなんですかね。多分そうですね。うーん、だいぶ T マイナスよりもさらにオレンジ色が強い感じですね。そうですね、だ、まあ、そんなに変わらんかなと思うんですけどあー、確かに目が黒いですね。そうですね、早いな、早いはい、こちらが、こちらがゼブラダンゴムシ。ゼブラダンゴムシ、はい、はい、おお、本当にゼブラだ。そうなんですよ、綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗です。え、面白、本当に見事にシマウマでしょ。シマウマ綺麗に、この、この大きい子だとか特にね。そうなんですよ、この子めちゃくちゃ綺麗です。へえ、こんなダンゴムシいるんだ。はい、この子たちは、こちらはモンテネグロダンゴムシという種類になります。へえ、綺麗ですね、縁が赤くて。そうなんですよ、体の白い点々もなんかおしゃれですね。そうなんです、ほんで真ん中がね、うん、ちょっと黄色みがかった点々になって。あ、確かに黄色だ。それがおしゃれで、ついつい。へえ。この頃はどうですか、飼育むずいですか。いや、この頃はもう結構日本のダンゴムシと環境的には同じで、うん、へえ、増えてます。この頃はね、もうちょっと大きくなります。へえ。もうちょっと大きくなってから増えていくと思います。なるほど、このカマキリ面白いですね。そうなんですよ、葉っぱみたいな形をしてる。何カマキリって言うんですか。シムネカレハカマキリですね。へえ、本当に胸がひし形。そうなんですよ、面白い、もう見事ですね、この枯れ葉の擬態が。葉っぱなんですよ、葉脈も再現されてる。そうなんですよ、ちょうどね、うん、枯れ葉があるんですよね。あー、ぽい特にこのね、お腹の部分がすごいですよね。そうですね、かっこいいな。お、
ちらは？そちらはタンザニアピンクレッグミリピードですね。ピンクレッグ、はい、確かに見てもらったら分かる通り、なんか足がピンクで可愛いですね。可愛いでしょ。可愛らしい女の子向けのやつ出てほしいですね。うん、へえ。あら、これは随分派手ですね。なんかそうなんですよ、もう危険色バチバチの。これなんて思うんですか。こちらはフレームレックミリピードと言います。確かに足がちょっとなんか炎っぽいですね。そうなんですよ、よく見ていただいたら黄色だけじゃなくて、うん、根元が赤くて、はいはいはい、で足先が黄色っていう、ちょうどそれが本当に火みたいですね。そうですね、体の方もなんか赤と黒のコントラストが美しい。綺麗だ。めちゃくちゃ綺麗です。歩くとまた一段と足が。そうなんですよ、めちゃくちゃ綺麗に見えるんですよ。へえ。どうやって歩いてるかがこうカラーがあるとめちゃくちゃ分かりやすいんですよね。そうっすね、面白い。足の動き面白いですよね。そうなんですよね、なんかすごい歩き方してるんで。あら、これまた綺麗なやつですね。そうですね、こちらはレインボーミリピードって言います。虹色。そうなんですよ、この背中のここと、はいはい、うん、このグラデーションがちょっとレインボーっぽいので、多分。へえ、まあ足も赤くて綺麗だ。そうなんですよ。へえ、ちょっと美味しそうじゃないですか、キャンディーみたいで。あ、まあ確かになんかアメリカのキャンディーとかそんな感じっぽいですね。美味しそうではないけど。美味しそう。こちらは？こちらは統合ジャイアントミリピードという種類になります。でかくね。めっちゃでかいっす。僕の手と比べるとこんな感じですか。手に乗せていいですか。乗せてください。手に乗せるとこんな感じですね。でかっ。ヘビじゃないですか。ヘビなんですよ。でもしかも色がねちょっとあれなんで、う、うんこじゃないですか。言っちゃった。そう、でもめちゃくちゃ面白い。へえ。餌何食うんですかこれ。餌は基本的に、まあ、ここにある腐葉土を与えてます。あ、そうなんですか。はい、その腐葉土ってなんか普通に株くわ用とかで売ってるやつですか。こちらは株くわ用で買ってきたやつですね、うん、へえ、それ食うんですね。食います、食います。あとは野菜くずとか、うん、あと昆虫ゼリーとかも食ってくれます。あ、ゼリーも食うんだ。はい、他の野菜も同じような感じですか。あ、そうですね、基本的に腐葉土メインで飼育してます。へー、しがみついてる。そのこいつらすごいんですよ、うん、足の力がすごいですね。逆さにしても落ちないんで、がっしりしました。やめろ。指より太いですもんね。そうですね、多分僕の指細いんで。全然太いわ。こっちの方が。顔が出てきた。顔が出てきました。すげえわこれ。本当に逆さにしても落ちない。そうなんですよ、この独特のしがみつかれる感触がちょっと気持ちいい。そうなんです、ガッチリホールド。これ剥がすときもめっちゃ気持ちいいです。ああ気持ちいい。気持ちいいでしょ。だからこれがね、やみつきになるんですよ。最初はちょっと手のせんの勇気いるかもしれないですけど、実際持っちゃえばね、噛んだりしませんからね。そうです。腐葉土食べるから、はい、これはちょっとハマるかもしれない。そうなんですよ、歩くとまた気持ちよさが倍増します。あー面白い、ちょっとくすぐったいような。こちらはコケです。
ほんとだ。コケだ。じゃあ次のやつお願いします。いいですか。こちらはどこにいるんだろう。あ、ここにいましたね。え、ダンゴムシだ。こちらはヤスデになります。こちらがタマヤスデっていう種類になって、ダンゴムシみたいに丸くなるのでタマヤスデって言います。ナウシカのオウムみたいですよね。そうなんですよ。それもかっこいいんですよね。メガボール、メガボール、めちゃくちゃいいんですよ。面白いな。はい、というわけでさまざまな虫を見させていただきました。はい、ありがとうございました。いい、こちらこそ。でも安でも綺麗なやついっぱいいますね。そうなんですよ。ここ来てちょっと安での魅力に気づいちゃいましたね。ありました。行っちゃいましょう。超かもしれないですね。他にも結構ね、俺が飼ったことないようなダンゴムシ、わらじ虫も面白いのがいっぱいいるんで、またちょっとね、いろんなわらじ虫、ダンゴムシ飼ってみるのも楽しそうですね。そうですね。ブリードも簡単なんで。そうですよね。そういうのが楽しいですね。はい、ダンゴムシとかは。という感じで、今回こちらも虫系 YouTuber の小之助さんのお宅にお邪魔させていただきました。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。他にも、ね、紹介してくれてない爬虫類や、まあ、虫もね、いっぱいまだまだおりますので、小之助さんのチャンネルを登録して、こちらの方も見てみてください。お願いします。という感じで、今回の動画はこれで終わりです。また次の動画で。